はい、皆さんこんばんは。こんばんは、今日はですね、7月7日ですね。うん、はい、木曜日です。はい、はい、今日も天気はなかなか良い感じですね。うん、はい、暑いですね。暑い、うん、最近はこうやってね、まあ、夜になってきてもとても暑いっていう日が、うん、続いていますね。うん、うん、ちょっとね、まあ、いつもとは違うっていうか、毎年は、まだ梅雨かなに入ってる状態で、まあ、7月の真ん中ぐらいでね、梅雨が明けるっていうことが多いんですけど、今年はすごく変な天気ですね。うん、そうですね。6月中に梅雨が終わって夏になったと思ったらまた雨が降って、でまた暑いっていう、まあ、不思議な天気になっていますけど、うん、今日7月7日っていうのはですね、まあ、ちょっと特別な日だなと思ってて、っていうのが7月7日の記念日ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。へえ、うん、でまあ一番有名なのが七夕だと思います。うん、そうですね。はい、で七夕はちょっと有名すぎるし、去年確か話したので、うん、今年はですねちょっと違うのを取り上げて、小暑という日です。小暑、うん、はい、そうです、小暑です。もうちっちゃいに、ちっちゃい、小さい、小学校の小に暑いという字を書いて小暑っていうふうに読むんですけど、はい、これは二十四節気、1年間を24個に分けたうちの一つです。へ、うん、ちなみに、この1個前の、二十四節気は、夏至ですね。うんうん、はい、前回もやりましたけど、まあ、1年間で一番太陽が長くなる、昼の時間が長くなる日ですよって言った夏至の日。うん、そして、今小暑で、また次ですけど、次が大暑っていう、今度大きいに暑いっていうか、うん、まあ、一番暑いみたいなね、そんな感じ。なるほどね。です。はい。で、ちなみにそのもう一個次はもう立秋といって秋になりますよっていう季節になるんですね。なるほど。うん、だからその今二十四節気24個にね分けた中で言ったら、まあ、今日から夏ですっていうイメージ。うん。で、次の時に、まあ、一番夏ですっていう、そういうイメージですね。はい。でまあもう本当にね、その字のまんま、暑くなりますよっていうか、そろそろ、まあ、本来であればだけど、そろそろ梅雨が明けて夏になりますよっていう、そんな合図ですね。うんうん。うん、でまあちょっとね、七夕の話にも触れたいなと思うんですけど、七夕っていうのはまあ日本ではね、7月7日七夕といって、まあ、天の川、空の天の川、星ですね、が見えたら、今年は、まあ、織姫さんと彦星さんっていうね、2つの星があるんですけど、まあ、その2人が天の川を渡って、そして、まあ、1年に1回会えますねという、そういう、まあ、なんていうの、お話があるんです。うん、でも、あんまり会えないと。うん、そうだね。そうで、今年は会えるかなっていうことで、こう、まあ、笹の葉にね願いを叶えるように書いてっていう、まあ、そういうのがあるんです、うん、が基本的には会えないってことじゃないですか。うん、そう、なかなか難しくなってきてるってことなんです。だから本来はやっぱり梅雨なんですよね。うん、なるほどね。うん、そうそう。なのでまあこの今年の天気は本当になんか変な天気なんだなっていうことがねよくわかりますけど、うん、うん、そうなんですよ。まあね、はい、うん、まあちょっと関係のない話をしますけど、うん、まあ、7月7日っていうとね、僕らが夫婦で始めた写真屋さんが7月7日に始めたんですよ。そうです、うん、そして2015年に始めたんですよね。うん、なので、7年なんですよ。うん、7周年、今日で、はい、ということで777なんですよね。すごいね。まあ、7月7日7周年ということで、まあ、僕らにとっても非常にね特別な日ですね。うん、うん、そう、そっちの方がねなんか気持ちが、うん、そうだね、うん、向いてますけど、自分たちの中ではやっぱ7月7日に、写真屋さんを、まあ、昔ねオープンしたっていうことの方がもう強くなってるから、七夕とか
その証書とかのね記念日よりちょっと強くはなっているんですけど、うんうん、まあでも今日はそういう日なんです、うんうん、ということでやっぱりあの季節としてはね暑くなってくるよねっていうことなんで、やっぱ気をつけないといけないですよ、うん、あ本当そうですね、うん、やっぱり水飲んだりとかあと麦茶とかでね、ミネラルそしてちょっと塩とかをなんとかねいろんなものでね補って本当に倒れたりしないようにやっていかないとなっていうふうに思ってますね、うんうん、でまああの今いろいろお話ししましたけどまあ今日本ではこの梅雨の時期が明けるか明けないかぐらいでもしかしたら夏だよねもしかしたら梅雨だよねっていうこうこれから夏に向かっていくっていうようなそういうのもあってその小暑とか、まあ、あとは七夕っていうそんな日があるじゃないですか。はい。で他の国はどうなのかなと思って。あ、なるほどね、うん、もちろんその日本と同じ北半球地球の北側の国にとっては暑いとは思うんですよ。一年でまあ暑い季節夏の時期だとは思うし気持ちのいい季節だとは思うんです。ただその7月7日に対してのイメージってそれぞれなのかなと思って、どんなイメージがあるのかなっていう。でもしかするとその反対側の南半球の国はまあ言ったら真冬じゃないですか。そうだね、雪が降ってみたいな。なのでその辺のイメージも結構違うんじゃないかと思ってね、うん、なのでそれをちょっと教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、まあ七夕っていうのは多分だけど中国から来たと思うんですよ、うん、だから、まあ、アジアの特に中国の周りの国は同じようなそういう七夕の考えというかね文化を共有しているのかもしれないですけどね、うん、その辺もちょっと気になるのでねぜひ教えていただきたいなと思います。はい、うん、ということで今日はね一応まあタイトルとしては小暑っていうタイトルをつけようかなと思っているんですが、まあ、いろんなお話をしましたね、うん、はい、今日は7月7日のいろんなお話をさせていただきました。今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。